お疲れ様です。それでは今日も三人麻雀のリクエストに答えていきたいと思います。まあ私の三人麻雀見るよりもね、ご自身でされた方がいいんじゃないかなと思いますけども、まあこうやってね、見てくださる方がいて、またやってくれという方がいる限り、たまにゲームやっていこうと思います。 さあ、ドラが3層なんで、この数層は切れないとこですけども、さすがに9万のポンはないでしょう。9ピンは完全に浮き廃になりますんで、すぐ切っちゃいますね。チーソーもいらないと言えばいらないんですけどもね。うん、まあ、いらないですね。ポンと切りましょうか。やっぱり、軸にしたいのは数層ですから、やっぱドラ面使います、ね、お、いいとこ引きましたね。ここで自敗を離して、カウンウソーの構えということで、これ、テンパっても E 層と Q1 のシャボみたいになっちゃいますね。おっ。 リャウンソウの受けが残りました。これはなかなかいい感じですね。ここで9万謎引こうもんならすぐにリーチに行けるんですけどもどうでしょうか。このパーピンはちょっとチートに近いとも言えないんで切りましょうか。はい。どうでしょうか。あ、リーチ先に行かれましたね。はい。これはきついっすね。うん。まあ何待ちかわかりませんよ。わかりませんけどもピンズを切っちゃいけないというふうにね、心の声が聞こえてきますので。お 一人だけテンパってなかったか。はい。まあまあ、これでいいでしょう。えっ、ー、と、連チャンしましたんで、ここは親を落とすために、この初を使っていきたいですね。おもうテンパイが近い。で白切りましょうか。まあ、e、E1 切ってもいいんですけど、ドラですからね、やっぱり。ここは、初を泣いてからにしたいかなというところでございます。で、その初が泣けるんでしょうかこれは。うん、ここで E1 外しましょうか。 サブロッキューピンの受けも残るように進めていきたいですねはい泣けません一体これはどういうことなんでしょうかあら走行してる間にリーチがかかっちゃいましたでおそらくこれはまあ初は通るとは思うんですけどもねあ2人リーチになっちゃったもうこれはちょっと初切りたくないですねあー通るようになったかこれねポンしてウーピン切る手もあるんですよ確かに だからそうしましょうか。<laughs> どうでしょうか。あ、上がりました。買いくぐった。初が山深だったわけですね。はい。この二間リーチをかいくぐった上がりは、ちょっと精神的にでかいですね。あ、これは国士無双を狙ってもいいんですけども、まあ、ないでしょう。あ、でも国士あったかな。国士無双いけたんじゃないですかね、これね。今更ですけど。はい。で、ここでシャアを合わせて、 想像の何がしかの形に期待をかけましょうかはいえー、と何は切れそうですねはいじゃあここで両天秤にかけてチューンを切りたいってことですけどもこちらがねトイトにかかってますからねもうちょっと粘りましょうかうんここでロウソウ切りああ当たったリウイソウやめてうーんまあ8000か 痛いですね。はい。あれはい。じゃあ、親番来ましたんで、チューンを活用していきたいかなというところですね。ソーズがちょっと多い感じですよね。想像がちょっと多い。うーん。これ、泣いてもしょうがないね。かなり苦しい形ですね。これはね。テンパったにしても。かといって、ーズに寄せる度胸はないしな。こっから。 あら、親番、陥落。いい手だなちょっと今回やられるかもしれません。ただ、ラス親なんでね、逆転の目は常にあるかなってとこなんで、ドーンと構えていきたいとこでございます。そういえばまだ、役も上がってないんですよ、このゲームで。役も上がっていきたいですね。一番近いのは国士無双だと思うんで、国士無双上がれりゃいいな、みたいな願望を持っておきたいと思います。で、Q1 がドラなんで、 Q1 をちょっとね、ポンと、手はずで切らないようにしたいですね。うん、缶とか言ってカンしましょうか、したら。トン引け。引かない。<laughs> トン切れ。はい、これポンして、これでズを待ちしたら結構いやらしくないです。まあ、パーピンで待ってもいいんですけどね。Q1 の振り替えが効くんで、ああ、3ピンか、いきなり。もうやめてよ。ああ なんでやねやられましたね。本当とやられましたね。お、これは、ちょっと、いかがわしい手を狙ってもいいかも。うこういう風なね、うん。はい。いかがわしい手が狙えそうですね。この人、ドラから切ってますよね。不思議なこともあるもんだ。いらん。 はい、どうなっちゃったんでしょうかこれは <laughs> 素直にこれテンパるんでしょああ急ピン痛いこれは痛いよさすがにもう、えー、踏んだり蹴ったりですねあー飛んだしかも <laughs> 飛んでない <laughs> こっから逆転したらなかなかドラマじゃないですか ドラマ見せましょうかこうなったらどうですかリーチができないのがねたまに傷ですけどね、はい、これでリーチできないんだからね急走が出て上がりみたいな面白い展開がそこで待ってるかもしれないですねぐわー急走狙いじゃんもん やめて。ローン。<laughs> おもろい <laughs>。はい。次はリーチしますよ。オーラス。こっから逆転したら、ザ・三人打ちみたいな展開ですよね。うんどう、どうなんでしょうね。これね。小数子みたいな手が。見えてき、ああ、狙えそう。 泣く順番ですよねねこれは、ね、大事なのあもうやめてよ。役クマン見たいでしょ、お二人とも。焦るな、焦るな。はい。痛い。もう痛い。ああ。あ、でも飛ばなかったっていうことで、私のミッションはクリアですね。ありがとうございました。